今度右の方やっていきますね、肘での一線の効かせ方やってまいりたいと思います、はい、まず骨を見つけてでそこに中等を置いてずーっと入れてます。必要ない人なんで気使いますね。遅いね。どうですか。嫌な感じないですか。大丈夫です。これどうですか。もうね、あんた。そうでしょ。ね、でも、ね、やってる方わかんないですよ。肘ってすごくね、あの鈍感なんで、わかんない。これも当たってますよね。はい、これ大丈夫でしょ。あ、はい、それだったら。こう、ね、骨に当たってでもいいんだけど、骨の方に押さなければいいです。これ骨の方してます。これ押してないですね。はい、この違いで、これかこの違い全然変わらず、これとこれで。まっすぐ入れて、ぐるんで、目線も一緒にやって、こう抜けていく、そのまま。で、こう感じね。圧入れるときは、ちゃんとこの上半身の動きで圧入れていく。一直線こう。こういうことだけにやらずに、この円を描くような感じ、肩で。あとは両方で分からないすぐアプローチしてきますから、すぐアプローチしてきますから、今日は早速いけちゃうんです。この時面でやってます。これ一本気持ちいいでしょ、この時。はい。本気でやっても全然 OK なんです、意外と。仙骨のようにね。で、これで一線やりました。じゃあ、今度三線はというと、この一線から五輪といったこの外、ここですね。ここ引っかかるでしょ、ちょっと。ここ引っかかるとか、この辺から分かりやすくなってきます、すごくね。練習するときはこの辺の、ここでも いけますけど、すぐ、肋骨があるし難しいので結構細いんでね、もっと大きい人だったら、ね、この辺もはめやすいんですけども、切りつきがぐっとね発達してるんで、なのでこの辺でやります。この辺からやりますね。この時はもう肘をこう横にしてで斜めになってこうね、こう上からじゃなくて斜めからはめたとこからグーッとこれ出す。めて動かなくなった肋骨の横でこう肋骨を滑らせるようにして切りつけて肋骨の隙間にこう入れる感じがかかると。どうですか？剥がされるみたいな。いいでしょ、どうやってね。でこれを立ててやっちゃうとどうなるかね。こういう感じになります。ちょっとね、ちょっと嫌でしょ、なんか。ちょっときついんですよね。だから寝かせて、こう全体にアプローチ。このままずっと行くと自然にね、脂質の方にこう行っていきますから、ね、そしたら今度ここで面のところでグッと入れてグーッとこう、これもいいですよね。効いてるでしょ、これっていう風なやり方ですね。で、この胸椎の一番トップからこっち側がこう下がってるんで、こっちはもう右手でこう三線やってあげればいいと思います。一線破る、そうですね。こうして、骨の際をね、グーッとこう、垂直感ですね、ちゃんと。どうですか？細いんです。幅が狭いに気遣いますね。こういう感じで、グッと。骨当たってる感じありますか？ないです。ないですか？はい。今当たってる。これ当たってるでしょうね。こういう練習するといいですよ。同僚とやるときは。わざと、つぼりの方を使って、この感じとこの感じとっていうふうに自分で確かめてやってみる。この感じは自分はこれは当たってないと思うっていうふうにこうやってみる。で、自分ではこれが微妙に当たってるんじゃないかなっていうふうにやってみる。で、これはもう完全に押してるなっていうふうにやってみる。じゃあ微妙なところやってみますか。これ微妙だけどどうですか。
ういう感じする。じゃあここはどうですかね。今は全然大丈夫。あ、そうなんだっていうね。このちっちゃな違いをあえてダメなやり方といいやり方とっていうふうにして、この違いをね確かめていくと、こういう練習方法をやってください。あえてダメなやり方をやってみるんです。こうやって、こうやって。これを押してる感じがするな。どうですか。はい。ね、じゃあこれはどうですか。大丈夫。大丈夫。じゃあこれはどうですか。当たってます。ああ、なるほどっていうね。ほんのちょっとの違いで背骨当たってるか当たってないかっていうのがね、決まってくるんで、そういうこうセンスを磨くためにも、わざとこのダメなやり方もやるっていうのも大事です。どうですか、肘の感じは。初めて受けた、初めて受けた。はい、ほぼ初めてです。揉みほぐしでは初めてです。どうですか、どうですか、感じは。思ってるより、うん、面が広いんで気持ちいい、うん、ね、きつくないでしょ、そんなのね。じゃあね、そうだな。あ、臀部のところもね、肘やりますね。臀部のところは、なんといってもこのオムデラ臀部圧点ですね。この、腸骨梁と、この大天使を結んだ、大体真ん中のところで結んだやつと同じように結んだやつの線に対してこう直角にこうやると取れますかって言ったでしょうかね。これは指でもこうやって効かせられるんですけど、探してね、こうしてこれが切れるでしょ、はい、でもこれをシルクを入れて、で下の方からちょっとこの面と点のとの隙間のところでこうクーッとこうやってやるんですか。どうですか。さっきよりなんか圧が優しいですね。もうドーンと入ってくる感じというかね。だからここは指でやるよりも肘の方が受けてる人は楽なんですよ、はい、これこれ。どうですか。気持ちいいです。気持ちいいですよね。で、あとはこの仙骨の横のこのライン、尾骨があって、その仙骨の横のここ、ここがすごいところ。離上筋の起伸のところですよね。離上筋の起伸の近く、これどうですか。大きくでしょうね、はい、ぐーっと下にこう潜り込ませるような感じでね。でそのままぐーっと登っていくと、この骨の骨からストーンと落ちたところ、落ちたところ、落ちたところ、落ちたところのライン、ここね、腸骨のライン、ここ結構効かせるところです。ここ大臀筋の起伸部分がずーっと並んでると、ここいいでしょうね。次でぐーっと飛ばしたところまでこうやっていくと、うん、こういう感じね。でここも実は肘でできるんですね。こういうふうに肘というか面のところを使ってこうぐーっとこれでできるんです。肘でされてるのは分かんない。分かんない。いいでしょ。この分ぐらい肘が使えるようになると先生楽になりますね。なんかこの後ろ、まあ、こう上げてあげて膝をね、なんで上げるかっていうと、お皿をね下にこうスライドさせてあげる、スライドさせてあげる。そうするとこの辺をぐーっとね重きを押しても嫌な感じないんですよ。ないでしょ。でもねこれね、下ろした状態でこの膝裏の上のところにやるとちょっと嫌な感じ。ちょっと嫌でしょ。なんか膝がね、圧迫されてね。だからこの圧迫された状態でこうするだけでも全然変わるでしょ。はい。なんかこの状態でやった方が危なくないし、不快じゃないっていうね。この状態でこの面のところでこうぐーっとこう、まあ、座骨の下、座骨結節のところをぐーっとこうやってやると。ぎゅーっと。面でね。で、中心のラインをまずこうやってあげて、気持ちいいでしょうか。面で当ててるから結構圧入れても大丈夫なんですよ。はい、これ点でやっちゃうとね、結構痛いんですよ。時間かかるしね。で、今度はこうして、この今度内側のところの面を出してあげて、こうやってやると。どうですか？肘ですよね。肘というか、まあ、前腕ですね。前腕のところでやってますね。前の腕の方の、この面のところ、面のところ、面のところここじゃないですか。面のところよりももうちょっと前のここ。ほとんど真ん中ぐらいのところでやって。
指もね、休められるわけですよ。何でも指でやればいいと思うんじゃないよってことですね。で、肘を否定してるですね、あのセラピストとか治療科は、肘ができない人多いよってことですね。ちょいちょいこう、そういうのを入れていくっていう。別にそんな聞かせなくてもいいとかね、肘なんか必要ないよとかって言ってる人は、本当にこうごっついね、リラクゼーションにしか来ないようなお客さんとかはやったことない人ですね。まあ、お腰やりのそういうマッサージばっかりやってるような人はそういうこと言いがちですよね。多分そういう本当にごっつい、もう本当にあのゴリラみたいなねもう肩太りのそんな人来た時にね、そんなゆうちゃんのこと言ってらんないですからね。ツンとやれば効くなんてね、そんな生ちょろいもんじゃないんで、もう本当にねもう肘も使わなきゃいけないシーンがね出てくるんですよね。で、足裏はこう、膝の上に乗せた状態で、こうやって、こうですね。これも面のどこ使います。まあ、中途の近い場所ですね。まあ、気持ちいいでしょ、これ。コロコロちゃん。ここも土踏まずのところとちょっと真ん中のラインとちょっと外気味をねやってあげるといいと思います。で最後この点、優先っていうツボがねここにあるんですけど、そこをこう中等でツーンと出していいでしょうか、ね、若返りのツボですよねっていうのをね入れながら言いながらやると生活も楽しいでしょ。お客さんもあそうなんだ、じゃあ一回押しといてみたいなね、うん、そういうのも大事ですよっていう感じ。まあ、これが肘でやるあれかな、うん、ちょっと待ちます。